今回の動画はですね、久しぶりの練習方法の紹介動画となっております。下半身ですね、下半身でその開きを抑えるということをちょっとできるような練習を紹介していきます。足を上げてこういうことです。はい、どうも、The Baseball のマナブです。今回の動画はですね、久しぶりの練習方法の紹介動画となっております。最近ですね、練習法の動画をアップするとですね、ありがたいことにコメントをいただいてですね、そんなコメントの中から、答えていくような新練習法を紹介していきたいと思いますので、ぜひ、ご覧ください。はい、では早速、紹介させていただきたいなと思います。では早速ですね、コメントをですね、いくつかもらうんですけども、一番多いのが、やっぱり体が開いてしまうということが多いんですね。ピッチャーで投球する際に、こう、体が先に開いてしまう。その時どうすればいいですかとか、それを改善する練習法もありますかとか、いただくようになってきてるんですけども、これはですね、いろんなやり方で改善できるんですけども、なぜそのようになってしまうのかというところが、大事になってきます。上半身始動で開いてしまうとかもあれば、下半身が始動で開いてしまうとかいろいろあるんですけども、今回はその下半身ですね、下半身でその開きを抑えるということをちょっとできるような練習法を紹介していきたいと思います。で、まずなぜ開いてしまうのかっていうことが理解できてないと、この練習法は全く意味がないと思いますし、このようにするから開かないんだ、もっと言うとこれができる方はタメを作ることができます。ためというのは、足を上げて体重移動ですね、キャッチャー側に移動する際にこの、軸足の股関節に体重を乗せに行く、このためですね、ためができるとお尻に力が入るようになるんですよ。これはですね、もういくつか練習法の紹介動画で、前側の足ではなくてお尻に力をためて投げるようにすると、力強い球が投げれるようになる、なぜならばお尻の力が強い力を発揮するから、筋肉の量が多いからという話をしてるんですけども、そちらの乗せ方ということを、また新たな練習法で紹介していきたいなと思います。この下半身に力を乗せていくっていう感覚が大事なんです。よく目にする投げ方、伸び悩んでしまうか、ちょっと球が速くならないなっていう方は、体重を乗せるということは分かってるんですよ。結構ピッチャーをもうずっとやってる方は特に分かるかと思うんですけども、軸足に体重を乗せるということは非常に大事なんですけども、タイミングが大事なんですよ。今回はこの体重を乗せるタイミングということを話します。足を上げることによってもう軸足に体重を乗る準備できてません。もうもはや左足には体重乗ってないので軸足に体重乗ってますよ。そこからこの股関節に体重を乗せるということが大事になってくるんですけども、体重を乗せるという意識が強い方が特に乗せてから移動しちゃうんですよ。要するに足を上げてキャッチャー方向に移動したい時に乗せてから移動しちゃうんです。これはダメなんですよ。なぜなら足を上げて乗せる時点でもう膝がつま先よりも前に出てしまうので、股関節に体重が乗せにくくなるんです。この角度になってしまうということは、ここから体重乗せるということ、こういう形にならないと難しいです。しかももっと言うと、今の形からこういうふうに乗せようとすると膝引かないと無理なんです。膝引かないと無理というか、膝が出ちゃいけないんですよ。つま先よりも膝は出てくるものなんですね、投げる際に。けど膝はつま先よりも出ちゃいけないよということを理解していてほしいなと思います。乗せてからじゃないんだっていうことを話したと思うんですけども、じゃあどうするのかというと、乗せてから移動ではなくて移動しながら乗せたいんです。どうやるのっていうことになってくると思うんですけども、簡単なんですよ。これって例えばここは頭の位置ですよね。立ってるだけで気をつけてして立っててここですよね。もうこっちに移動するだけでもうちょっと乗るんです。要するにここの、大体ここら辺に頭の位置があったと思うんですけど、最初でただもうキャッチャー方向に移動するだけでこれだけ低くなるんですよ。ということはここからここの位置までもう乗せに行けてるんですよ。移動するだけでもう乗せに行けるんですよ。なぜなら足ありますよね。気をつけしてるときはまっすぐじゃないですか。移動するということは、僕右利きなので右投げですね、足を広げるこの動作あるじゃないですか。
この動作を地面につけてあげて考えた時にこう広げて移動できるんですね。そうなってくると足斜めになっていくじゃないですか。その時点でもう低くなっていきますよね。斜めになっていく時点でここに軽く乗ってる感じがあるはずですけど、これじゃ足りないんですよ。じゃあどうするかというと、頭を残すという感じが大事です。こういう状態です。わかります？ここまで一緒に頭と一緒に移動すると、まあ、乗ってるけど足りない。もっと意識するためには頭を残すという感覚が大事になってくるということです。ここ重要です。足を上げて乗せてから投げようとするので、高い位置から移動できないんですね。乗せてからなので低いところからそのまま移動しようとするので、こういうことですね。溜めに行く時間がないんですよ。もう乗っちゃってるんで前に。しかもということは、体の動き的には順番で言うと連動されていくので、乗せちゃってるので、もうここから乗せに行くっていうのは難しいんです。開きながら投げちゃうんです。乗っちゃってる、移動しながら乗せるっていう感覚があれば、体重を乗せながら開かないことができる。この股関節に体重を乗せる方法は、まあ、後ろですね、後ろ前からの間にあるこの斜めぐらいから押される感覚があると乗せやすいんですね。こういうことです。わかります？膝も出ないで、ここに乗ると。この動きをしながら移動することによって開かなくないですか？なぜならこの感覚で押すので、この左肩に注目してほしいんですけど、まあ、僕右投げです。投げる側の回転と逆の方向にしようとするんですよ。イメージで言うと、極端に言うと押されたこうしようとするんですよ。無意識にこの感覚があると、このその股関節に乗せようとすると、その動きをしようとするんですよ。もう極端になってますね。で、これをしようとするためにはまず高いところから始めないといけないので、開かなくなりますね。極端に。でも低くなってしまったら、押されたとしてもお尻も出ないので、もう移動するときにもう乗っちゃってるので開くしかないんですよ。この入っていく動作ができないので省かれちゃうので、開いてしまうっていう風につながっちゃうので、まあ、下半身は要するに移動するだけで乗る、もっと乗せたいときは頭を残すぐらいの感覚でいてもらえれば簡単に乗ります。そこだけ分かってもらえれば、今から紹介する練習は、効果的かなと思います。早速練習を紹介していきたいと思うので、今、僕がお伝えしたことを、まあ、ちょっと頭に入れながら見ていただけると嬉しいので、よろしくお願いいたします。はい、では早速練習法の紹介をしていきたいなと思います。この練習で必要なものがあって、まあ、掴む場所、まあ、今回はここ、ジムなので、このパワーラックの柱を使ってやっていこうかと思うんですけど、まあ、グラウンドとか、まあ、家とかでやるときは柱だったり、まあ、フェンス、まあ、壁で掴む場所があれば、まあ、そういった壁ですね、掴む場所を用意していただければなと思います。まず、この掴む場所ですね。僕はこのパワーラックを使うんですけども、ここをまずですね揃えます。位置を後ろとか前とかにならないように、まっすぐですね、のところに掴みます。だいたいこの肩よりも、まあ、ちょっと低いぐらいのところに掴めばいいかな。幅は、もう一人自分がいるぐらいの感覚を開けてもらえれば大丈夫です。そしたら肘がちょっと軽く曲がってる状態になると思います。これをよろしくお願いします。ここから足を上げてこっちに移動するんですけど、これを掴んだまま移動するという状況です。足を上げてこういうことです。で、もっと言うと距離出せるんですね。距離を出すことによってボールの腕を振る強さが増すんですよ。速さというところが強くなるので、例えば距離を出すことによって何が起きるかというと、ここから叩く、ここから叩くと遠いところから叩くの方が強い。野球も一緒で、距離出せないで投げちゃうより距離出せる方が強くなりますよね。膝だけは出ないようにします。どうやって出ないようになるかというと、気持ちどうしても出ちゃうなっていう方は掴む場所ですね、からまっすぐに移動するようにするのではなくて、これがまっすぐだとしたらちょっと斜め後ろぐらいに行くような感じですね。まっすぐよりちょっと斜め後ろに行くような感覚で移動しようとすると、膝がこう後ろに行こうとしてくれるんですね。この角度が大事かなと思います。押される感じの
押される方向に対してその逆らずに移動するぐらいの感覚で、まあ、足つかないのでこれでやってもらえると膝が出ないようになってきます。10回ほどやってこの動画を終わりたいと思います。足を上げて移動しながら乗せに行くですね。足を上げて移動しながら乗せに行く、足を上げて移動しながら乗せに行く。あえてちょっと悪いことやりません、ね、足を上げて乗せてから移動、もう膝出ちゃうんですよ。で乗らないと頭突っ込むになります。なので開くっていうことになるということですね。では最後ですね、足を上げて移動しながら乗せに行く、これです。足を上げて移動しながら乗せに行く、足を上げて移動しながら乗せに行く。出てしまう癖がどうしても取れないという方は背中側の方に移動すると、軽くこっちですね、こういう状態です。移動すると極端に動かないです。で出ない、これぐらい意識してもいいよという。足を上げて移動しながら乗せていく。この練習法はですね、まあ、全然あの少年野球の子から、全然大人までやっていい練習かなと思いますので、ぜひやってみていただきたいなと思います。このような練習法の紹介動画はですね、どんどん上げていこうかと思いますし、チームのですね潜入動画とかもどんどんやっていきますので、なるべくね楽しみながら野球のパフォーマンスにつながる動画をどんどんアップしていけたらなと思っておりますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。あとですね、まあ、YouTube で見ていただいている方はですね、チャンネル登録とかしていただいている方はご存知かと思うんですけども、僕たちはですね神奈川県の大和市にというところにあるですね、高座渋谷駅から徒歩1分のところにですね、野球特化型ジムトゥーベースボールというものをやっております。そこで野球指導だったりだとか、野球にのですねパフォーマンスが上がるトレーニングとかをどんどん、会員様にはお伝えしているので、もし球速アップしたいとか飛距離を上げたいとかレギュラーになりたいとか、そういった方がいましたら、今無料体験実施中なので、そちらの方も、概要欄にホームページを貼っておりますので、メールの方からお問い合わせいただけると嬉しいです。ありがとうございました。